横須賀市横須賀市の一横須賀空襲は太平洋戦争の最中にアメリカ軍により行われた神奈川県横須賀市に対する空襲である。横須賀は横浜市のように市街地を焼き払う絨毯爆撃を受けることはなかったが横須賀軍港などの日本海軍の施設が1942年には同リットル空襲を受け1945年2月から8月に かけて関西域による攻撃を受けた。神奈川県南東部の三浦半島に位置し、東京湾に面する横須賀には、1853年年に、江戸幕府の環状奉行、小栗忠政やフランス講師、レオン・ロッシュの主導で、横須賀製鉄所が開設されると、明治維新後は、明治政府に引き継がれ横須賀造船所、海軍造船所、 横須賀海軍交渉と名称を海軍艦の建造を担った。さらに1884年12月15日に日本海軍の横須賀鎮守府が設置されたことを契機に軍港都市として発展し1907年2月15日に市政が施行された。1937年からの 第3次海軍軍備補充計画及び1939年からの第4次海軍軍備補充計画に伴う官邸建造ラッシュにより市内は活況を見せたが、戦局の悪化に伴い1944年の空母、雲流と空母、品野を最後に大型艦の建造を停止。急増型の駆逐艦や潜水艦や解剖艦、特攻兵器の生産に転換した。 また、明治期以来、三浦半島は、対岸の房総半島とともに、東京湾防衛のための重要拠点とみなされ、日本陸軍の手により、堅固な砲台が建設されるなど、要塞化が進められた。太平洋戦争の時期には、海防が、中心の防衛思想に、航空機技術の発達に伴い防空の概念が、加わり、日本海軍の手により、軍港周辺に、 防空砲台の配備が進められたが、1942年4月18日の同リットル空襲以降はその傾向に拍車がかかり、三浦半島全体に防空砲台が増設された。1945年、本土決戦が差し迫ると、横須賀では、相模湾からのアメリカ軍上陸に備え到地下や、洞窟砲台や、狙撃陣地などの防御陣地の構築。 回転や海流などの特攻兵器の配備が進められた。アメリカ軍は1944年夏、日本の統治下にあったマリアナ諸島のグアム島、テニアン島、サイパン島を相次いで攻略各島に B-29 専用の大きな飛行場を建設すると、これらの飛行場を拠点に、同年11月から日本本土空襲を本格化させた。 マリアナ諸島を拠点としたアメリカ陸軍第20航空軍所属の B-29 は航続距離の面で問題があり北伊39度以北の都市に関しては伊洋島を前進基地としない限り効果的な攻撃は望めないとしていたこれに対してアメリカ海軍の高速空母を中心とした機動部隊は日本本土近海まで到達することが可能となったが 各空母から発艦した関西機による重爆撃は広範囲に及び B-29 や同機の護衛として展開された P-51 マスタングの欠落面を補った。当初、関西機による攻撃は、伊王島の戦いや沖縄戦など、日本本土を対象とした攻略作戦の支援という形で実施されていたが、 やがて海軍独自の作戦として実施されるに至った。陸軍及び海軍は偵察用に改良した B-29 による日本本土の偵察写真や爆撃の成果、捕虜から得られた様々な情報を共有し、次期作戦に向けた検討分析を行っていた。横須賀に関しても戦略目標の一つとみなし、 航空参謀本部情報部がまとめた地域別攻撃目標分析の中で、横須賀海軍交渉、長浦港の横須賀海軍交渉増兵部と、東島の燃料貯蔵施設、追浜海軍飛行場、海軍航空技術省、横須賀港湾地域を攻撃目標に挙げ、周辺地域では、横須賀の北西に位置する日本製工所横浜、製作所、三崎港湾地域、 浦賀港湾地域を攻撃目標に挙げた。このうち横須賀海軍交渉について、最も重要な国内の4大海軍交渉の一つ。あらゆる種類の艦艇を取り扱うことが可能である。6つの艦ドック、4つの建築物、臨海の引っ込め線を有する海軍航空技術省について、最も重要な海軍機実験の中心地。 新型の航空機やエンジン生産を行うと記した。1945年7月21日、陸軍第20航空軍司令部のウィリアム・ブランチャード大佐は、中小工業都市地域に対する攻撃と題した、報告書を提出した際、都市空襲の対象となる180都市の21番目に、横須賀を記したが、陸軍自体は、横須賀に対する攻撃の大半を、 海軍航空隊に一入していたため、攻撃目標としての優先順位は低かったという。こうした見解は戦後、米国戦略爆撃調査団によりまとめられた調査報告書にも記されている。一方、海軍の最大の関心は、専門家のロジャー・ディングマンによれば、海上に展開される日本海軍の艦船の破壊にあり、軍事施設の破壊や、 都市空襲に対する関心は低かった。また、陸海軍は共に、軍港周辺に集中配備された、防空砲台の状況を把握していたが、中小工業都市地域に対する攻撃の一番目に、記された東京市に比べて、重要度の低い横須賀に対して、危険を犯してまで攻撃する理由はないと、判断していた。1942年、 アメリカ軍は日本の主力産業に対し物質的打撃を与え国民の指揮回復を図ることを起とし陸軍所属の中型爆撃機 B-25 を海軍所属の空母に搭載して日本本土を直接攻撃する特殊計画を立案した。同年4月1日第18任務部隊の空母ホーネットは ミ民同リットル中佐配下の16機の B-25 を搭載し、第16任務部隊の空母エンタープライズなどの護衛を伴い、日本へ向かった。4月18日、両任務部隊は、千葉県にある犬坊崎の沖合640マイルの地点に到達したが、日本側の特設艦指定、第23日東丸に発見されたため予定を繰り上げて、 同リットル中佐登場の一番機を皮切りに攻撃部隊を発艦させた。8時1分、横須賀軍港に対する攻撃任務を受けた13番機は、ホーネットを発艦茨城県の沖合から海上を南下し、房総半島南部を通過して、東京湾内に侵入した。13番機の侵入に最初東京湾要塞の核砲台が反応。 立山の上山砲台や横須賀の小原台、砲台などの防空砲台が降車砲や小銃による迎撃を行ったが同期はこれを交わしながら観音崎方面から海上を北上した。13時40分頃、横須賀軍港の上空に飛来した同期は、横須賀市街を空撮後、記念館、三笠の上空から爆弾3発と焼夷弾を投下、さらに機銃装者を行った。 一発目と二発目の爆弾は、横須賀鎮守府の裏手にある菅山と、海軍工肖造機部機械工場にそれぞれ着弾し、重傷者一名、機重奏者を受け一般市民三人が負傷したが、それ以外の被害はなかった。一方、三発目の爆弾は、横須賀軍港第四ドックで空母への改装工事を、受けていた、潜水母艦、オークジラに直撃し、無限に、 縦8メートル横15メートルの箱が開き、小規模の火災が発生した。さらに第4ドック内に、不発弾を含む、焼夷弾30発が投下された、際の火災により、兵士5人が負傷、ドックの復旧工事に4ヶ月を要することになった。なお、第4ドックより北に位置する、第6ドックでは、大和型戦艦として、建造予定の、第110号艦が、 空母への改装工事を受けていたが、13番機の飛行経路から外れたため何を逃れた。13時頃から、川崎市への空襲を終えた5番機、6番機、12番機、東京への空襲を終えた9番機、横須賀への空襲を終えた13番機が、相模湾方面へ離脱しようと南下を始めたが、その際に各所に配備された日本軍の対空砲台が、迎撃を行った。また、 横須賀軍港には、数多くの軍艦が整備、補給のため停泊中であり、従順洋艦、高尾、あたご、駆逐艦、嵐、野分け、朝潮、嵐潮、潮、さざ波、苦戦特務二22号が同リットル隊に対して、発砲したことが記録されているが、各艦による対応には、ばらつきが見られたという。百四十四年十一月一日、第二十航空軍。 第21爆撃集団司令官のヘイウッド・ハンセルは日本本土の偵察のため写真偵察用に改良した B-291 機を出撃させた。偵察機自体は同年に行われたマッターホルン作戦のために準備されており、これが初の実戦飛行となったが、横須賀を含む関東地方各所の写真7000枚を撮影後に寄討した。当時、 横須賀では、空母、シナノが海上公務を行っていたが、この B-29 飛来が契機となり、空襲の危険性の少ない内海へ開港することが決まった。11月28日、駆逐艦、風イソ磯風、浜風に伴われ出港したが、11月29日に、米海軍の潜水艦、 アーチャーフィッシュの来撃を受け、和歌山県の潮の岬沖合で沈没した。なお、11月1日付の偵察写真には軍港に停泊するシナノの姿が収められており、米軍側も大型艦の存在を認識したが、その実態については把握していなかった。 1945年2月、伊王島の戦いを間近に控えたアメリカ海軍第5、艦隊司令長官のレイモンド・スプルーアンス大将は、同作戦の牽成のため、マーク・ミッチャー中将指揮下の第58任務部隊を日本本土近海に派遣した。この東京及び関東地方への作戦のついてスプルーアンスは、各艦の無線及びレーダー使用を禁止し、 日本側の策的回避に重点を置くなど、奇襲であることを基調とし、なおかつ攻撃開始を用紙前の艦砲射撃の開始を定時間の直後と定めた。ウルシー艦渉の基地を出港した同任務部隊は、伊王島の東海上を遠巻きにして2月16日早朝に、暴走半島の沖合に到達すると、6時45分から、 数波にわたって関西機を発艦させて、横須賀や、立山や、厚木や下溝などの関東地方の軍事施設及び、静岡県の軍事施設を攻撃した。一方、日本側は2月12日の時点で、海軍軍令部が、15日から16日頃に、本土来襲の3段なりと判断するなど、米機動部隊の動向を把握しており、警戒及び、 迎撃体制が整えられていた。アメリカ側の報告では、横須賀の大井浜海軍飛行場へ向かった第一波の戦闘機体は、同飛行場に配備された20から30機以上の軍用機に機銃装車を加えたが戦火は確認できず、日本側の激しい対空砲火を受け3機が撃墜され、搭乗員3人が死亡した。14時58分に発艦した戦闘機体は、 攻撃目標へ向かう途中で日本側の戦闘機体と遭遇し5機を撃墜。さらに地上からの迎撃を受けたが2機が損傷したが、人的損害はなかったが。15時に発汗した戦闘機体は、東京湾上空と西側で日本側戦闘機体と、交戦し3機を撃墜。追い浜海軍飛行場の滑走路に、ロケット弾を投下したが周辺で5機が被弾し3機が、 墜落、搭乗員3人が行方不明となった。また、三浦半島の沖合で、米戦闘機隊の攻撃を受けて炎上中の五千トン急商船の、救援に向かった、特設区船艇、通り海丸が被弾した後に沈没し、乗組員31人が死亡した。翌2月17日、ミッチャー中将は6時45分から、関西機を発艦させ、葉っぱにわたって、 関東地方や東海地方の軍事施設や軍需工場を攻撃したが天候の影響によりアメリカ側は十分な戦果を得ることはできなかったという横須賀海軍警備隊の報告によれば周辺に配備された降角砲及び機銃による2日間の戦闘の戦果について撃墜36機、撃破32機、新横須賀市市によれば17日の戦闘で 横須賀海軍航空隊の戦闘機体が19機を撃墜する戦果を挙げたと記しているが、アメリカ側の報告とは、開きが生じている。また、軍港周辺の大勝利山や緑山などの高地には、広角砲、市内の高層建築物の屋上には、機関銃や、機銃の銃座が配備されていたことから、市街地が、機銃装作を受けたが、アメリカ側の銃弾や、 日本側の広角砲の破片により数件の火災が発生した。さらに新地域の一部に焼夷弾が投下されたことや特殊核空気、硬貨の練習場として建設中の長い飛行場にも14発のロケット弾が投下されたことが記録されている。7月10日の空襲5月27日、アメリカ海軍のチェスターに3つ減衰水は、 第5艦隊司令長官のスプルーアンス大将を疲労を理由に交代させ、その任務をウィリアム・ハルゼ大将に引き継がせた。これに伴い、第5艦隊は、第3艦隊、第58任務部隊は、第38任務部隊に解消した。7月1日、空母9隻、護衛空母6隻、戦艦9隻、重巡洋艦3隻、軽巡洋艦16隻、 駆逐艦以下62隻の計105隻で構成される第38任務部隊は日本海軍の残存兵力及び軍事施設に対し集中的な攻撃を加え破壊する目的のためフィリピンのサンペドロ湾基地を出港し日本本土へ向かった7月10日暴走半島沖合に到達した同任務部隊は空母パターンの第47戦闘機隊と空母 ランドルフの第16飛行隊を発艦させ、千葉県茂原の茂原飛行場を攻撃した後、横須賀へと向かった。15時ごろ、横須賀上空に達すると追い浜飛行場の航空機、滑走路、格納庫、飛行場に隣接する海軍航空技術省に対し、爆撃やロケット弾による攻撃を行ったが、日本側の攻殻法や機関砲による迎撃を受けたこともあり十分な戦果を、 あげることなく帰祷した。第38任務部隊は、作戦全体としては操縦士7人と搭乗員6人、航空機10機を喪失したが、同日夕国、関東地方への攻撃を終えると、南東海上へ撤退し、北海道を呼び、東北方面の攻撃のため北上した。7月18日の空襲1945年7月18日の、 横須賀軍港の航空写真。左上には、第13号岸壁に設限された戦艦、長戸が見える。7月16日、北海道や東北地方に対する攻撃を終えた第3艦隊は、暴走半島沖合に戻り、オーストラリアのシドニーより出港したイギリス、太平洋艦隊と合流、同艦隊を、 第37任務部隊として編入した後、7月17日から関東地方に対する攻撃を再度観光した。翌7月18日に攻撃の対象となったのは2月のジャンボリー作戦の際に十分な戦果を得ることができなかった横須賀であり、 横須賀軍港第13号岸壁に係留されている戦艦長戸が主要な攻撃目標となったが横須賀地域の核飛行場軍港周辺に配置された対空砲陣地も攻撃対象となった長戸は真珠湾攻撃の際に日本海軍の機関を務めた艦艇だが1944年11月に横須賀駅港後燃料不足のため特殊警備艦に 艦首変更され、軍港防備の目的のための浮き放題に変貌した。さらに1945年5月以降、左舷側に設置されていた広角砲や機関砲を撤去し、障害岩壁の頂上部に移設、環境付近を偽装網で覆いますとや、煙突の一部を切断し撤去するなどの処置が施されるなど、戦闘力や公開力を著しく低下させていた。一方、 米軍側は、軍港周辺の艦艇の配置、対空砲人地の位置を掌握するなど調査を重ねており、少なくとも6月の時点で、長戸の偽装を把握していた。このほか5月の報告では、軍港内に、戦艦から小艦艇を含む26隻及び2300トン以下の小戦4隻が停泊していることが確認されたが、6月の報告では、 ドッグ内に移動した高波級と推定される駆逐艦を除き、吹雪級駆逐艦1隻、松級駆逐艦2隻、栗、または若竹級駆逐艦に関して大きな移動が見られなかったことが確認されていた。7月18日、第38任務部隊を呼び、第37任務部隊は悪天候のため、早朝からの出撃は見合わせたが、 12時頃から14時までの間に500機前後の関西機を発艦させ、関東地方の飛行場や軍事施設や市街地を攻撃した後、2波に分かれて横須賀への攻撃へ向かった。これに対して、横須賀では11時53分に横須賀陳府司令官により第一種警戒警報が発令、12時20分に関東方面空襲警報が発令され、 警戒態勢が取られた。15時30分ごろ、第一波が横須賀上空に飛来して攻撃を開始。米軍艦載機の波状攻撃が続く中、戦艦、長戸は第一艦橋と後部第三手法塔付近に2発の直撃弾を受け、艦長の大塚剛少将をはじめ40人以上の乗組員が戦死。 数多くの資金団を受け艦内が浸水する被害を受けたが、沈没は免れた。一連の攻撃により、建造を中止し長がとの横に停泊していた、駆逐艦、八重桜、潜水艦、e、E372、特設電線不設線、春島丸、魚雷艇28号が沈没。練習特務艦、カスガ及び、富士が、大破着艇したほか、輸送艦110号、 特務艦、夜風苦戦特務艇221号及び225号、紹戒特務艇37号、魚雷艇256号が損傷した。戦死総書は、潜水艦、1 372、駆逐艦1隻、解剖艦1隻、紹戒特務艇2隻、苦戦特務艇1隻、海軍美容船1隻が沈没。 戦艦、長戸のほか若干席が中小派と記している。航空機は43機が喪失、77機が損壊したとされる。日本側の戦死者は、戦艦、長戸の周辺で35人、または40人以上、横須賀市内でも20人以上、または21人の民間人が死亡したとされる。 軍港内の詳細な戦死者の数は定かではないが、横須賀海軍交渉外市によれば同交渉の従業員では、練習特務官、カスガに調査のため上官した造船部の技師が一人死亡したほかは犠牲者はなかったとしている。一方、アメリカ側は、本戦当時に艦載機12機、または14機を喪失し、操縦士14人、または操縦士14人と、 乗組員7人の合計21人が戦死した。なお、横須賀鎮守府司令部は、同日17時、午後3時半過ぎ、船爆連合約250機は、横須賀軍港を攻撃した。飛害空戦の結果、我が方の収めたる戦火は、撃墜40機、撃破38機と発表したが、アメリカの歴史家である、E.B. ポッターの著作には、駆逐艦一石。 潜水艦一隻、護衛艦艇二隻及び魚雷艇一隻を撃沈した。しかし、主要目標の戦艦、長門に爆撃機が大損害を与えたが撃沈できず、この基地の猛烈な対空砲火がアメリカ機とイギリス機を合わせて14機と18人の犠牲を強いたと記されている。アメリカ海軍による空襲以外にも横須賀及び三浦軍はマリアナ諸島の基地から 関東方面の空襲に向かうアメリカ陸軍所属の B-29 編隊のルート上にあったため、同期による爆撃や護衛用の P-51 マスタングによる散発的な攻撃を受けた。神奈川県警察市によれば1944年11月24日と1945年1月9日に横須賀市いつに B-29 が飛来。 3月12日に、横須賀市長坂に1機の B-29 が、飛来して、爆弾14個を投下し1人が死亡。4月19日10時から10時40分に、かけて、三浦郡に、P、P-5140 機が、飛来。5月25日22時2分から5月26日1時30分に、かけて、市内に、B、B-29500 機が飛来。 7月4日12時7分から13時15分にかけて P-5160 機が飛来し、横須賀市塩入町、坂本町、三王町が被害、7月6日11時42分から13時28分にかけて、市内に P-5124 機が飛来、7月11日12時43分に、浦賀町島が先に、 B-24 リベレーター1機と P-511 機が飛来し2人が死亡。7月28日8時から13時にかけて P-51 による空襲を受けたと記録されているが、この記録の多くは県内各地域を一括して統計的に処理したもので、正確な被害状況は定かではない。 新横須賀市出周編は3月12日の長坂への爆撃と7月14日の小型機による攻撃及び偵察行動を短く紹介するに止まり、日本列島空襲戦災士では上記の日付における横須賀の被害は記録されていない。戦後、第20航空軍がまとめた日本本土爆撃商法では、 1944年12月17日13時18分に1機、1945年2月14日13時45分に2機、5月16日2時27分に1機、8月1日1時43分に1機以上の B-29 が飛来し、爆撃を行ったことが記録されているが、いずれも、作戦の優先順位は3から4位と重要度の低い。 ものになっている。獅子研究横須賀では、第20航空軍の指令で主要目標が爆撃、不可能な場合、その代わりとなる、港湾施設の爆撃目標が用意されており、その中に、横須賀も含まれていた。そのうちの数機が爆弾を1から2個投下したとすれば、十分想定派にいないと言えるとしている。戦後、軍港内を視察するオーストラリア海軍の兵士、 破損した日本海軍の潜水艦や船舶が見える。横須賀は市街地を焼き払う、絨毯爆撃を受けることはなく、東京や横浜市や川崎市などといった大都市と比較して人的にも物的にも小規模の被害に止まったが、終戦後に周辺施設を視察したアメリカ海軍のチェスターニミッツ元水やウィリアム・ハルゼー大将は、 横須賀の爆撃被害が警備であり素早く修理し使用できることを知り喜んだと伝えられている。一方、施設内には残骸が残され装備の多くが整備不良あるいは作動不能の状態であったことからニミッツは随行した記者に対して連合王国へ引き渡すための努力がなされていないと語った。戦時中には警戒警報や 空襲警報の発令が頻発したことから一般市民は精神的消耗を強いられていたがその一方で被害状況が十分に伝わらず2000年代頃まで横須賀には空襲はなかったと評されることもあったさらに戦後に軍港及び周辺施設がアメリカ軍に接収され横須賀海軍施設として使用された経緯から空襲はなかったとする評価と 米軍基地下とが結びつき、横須賀の旧海軍施設は、戦後の基地利用の目的のため温存されたとする、見方もあるが、専門家の栗田直也は、資料的には、裏付けが乏しい、現在の米海軍基地に至るような長期的計画があったとは考えにくい。専門家の高村総司は、米軍基地下のための温存との見解が、差したる根拠のないまま一人歩きしてしまっていると、 指摘している。また、米国戦略爆撃調査団による一般市民90人を対象とした尋問記録によれば、戦時中にアメリカ軍による占領後、軍港として利用する目的があるため横須賀への爆撃はない。安心するようにと書かれたビラが散布されたとの証言があるが、この証言は風説の影響を受けたものだった。横須賀の被害は、 クレチンジュフが置かれるなど、同じ軍港都市であり1945年3月から7月にかけて14時にわたる空襲を受け、市街地も焼夷弾による攻撃対象となった広島県クレ市に比べて警備なものとなった。両者に被害状況の差異が生じた理由について、高村は詳細は不明と前置きをした上で、米海軍の戦略目的が、 敵海軍兵力の破壊だったとするならば、クレは、横須賀に比べ在港と艇が多く、兵器の生産基盤となる砲半部、成功部が置かれていたことが挙げられる。第38任務部隊が、艦砲射撃により、製鉄所を次々に破壊していた事実も、その背景になるとしている。ありがとうございます。